きチャンネルジョン。さあということでまた見たよ俺、はい、里崎チャンネルのあれで、うん、コミュニティなんか質問募集しててこの日のために募集しました。なんなん俺がいろんなとこで99% 企画は俺が考えてますって言ってるから俺らもちょっと考えようっていうちょっとその気になってくれてんの。最近ショーとかいい感じに回ってるので。そうなん、はい、ぜひちょっとショートもめちゃくちゃ回ってます。でもなんかショートのコメント欄になんかだらしないって来てたけどそんなんもう裸でするのじゃな。質問、また質問コーナー、はい、いっぱい用すって今日もたくさん来ました。そうだ、はい、いい質問あんねやろな。いや面白い質問来てます。そうなん、俺ももう全部全部お、いいよ、そういい質問ね、はい、お何しょっぱな、いいしょっぱなだからいいやつよ。はい、一番最初、うん、巨人のキャンプ施設、10分しかいられなかったっていうの噂があるらしいんですけど、うん、それって本当なんですか。うん、あれでしょ、巨人のキャンプ視察でしょ、はい、今巨人のキャンプ施設って言って、あ、施設って言いました、うん、視察でしたえよ、あったわ、見たよ、あのタイムラインでも俺の、あの10分しかいなかったのにみたいな、なわけないやろお前、アホかお前10分なんてお前車降りて入るのにあのサインして登録してグラウンド出るまでで10分かかるわそもそも、しかもお前デーブさんと話してデーブさんと話して10分で返してくれるわけないやろお前。確かに何時間ぐらいだから3時間ぐらいはいたんちゃう、少なくても。だから嫌なんやろな俺に批判されるのが。だから俺もなんか巨人アンチとか言われてるやん、だから俺も決めた、俺プロ野球アンチになるわそしたら俺アンチって言われなくて済むやん。全部ね、全部だから、もうプロ野球アンチ。そしたらあのすぐハブの悪口言ったら日本ハムアンチやとかジャイアンツ巨人アンチやとか阪神アンチやとか、あのちょっとホークスのこと厳しく言ったら里崎がソフトバンク嫌いやからソフトバンクアンチやからみたいな、もう俺何球団アンチあるでと思うねん。だからもう俺あの12球団アンチにするわ。そしたら巨人アンチとか阪神アンチとか日本ハムアンチって言われなくて済むんやろ。だって言われへんよな、プロ野球里崎はプロ野球アンチやからプロ野球そこまで行って委員会立ち上げましょうよ。あ、プロ野球そこまで行って委員会、ついてこれんかついてこれるよな、ついてだって、いいよあれみんなついてくるからいいじゃん、はい、ついてこれる人いる、そこまで行って委員会で一人で暴走してください。いやそれはもう委員会じゃないやんけお前だから批判したいファンの方とみんなで里崎さんとでアンチっていうか委員会を立ち上げて、だからみんなでね、はい、討論会で、はい、もうそれだと全然なので第2つ目の質問では僕ら振りましょう。ダメなコーチといいコーチの理由って何なんですか。あ、見極め方、はい、あの今キャンプ時期だから、はい、あのキャンプオープン戦時期はすぐ見極めれる方法あるよ。俺はもうその一言言っただけでハッと思っちゃう。その一言何かっていうと、あの特に新人に新人が入ってきた瞬間にキャンプとかでの2月の1ヶ月間の間でそれじゃあプロでは通用せえへんでって言ってバッティングフォームとかピッチングフォーム変える人いやこれはもう、まあ、最低やろ。だってまだそんなんお前それじゃお前俺らの時もあったよ、よくそんなんじゃお前プロで通用せえへんぞ、始まってないのにやで、分からんやんなそもそもアマチュアでよかったからプロ入ってきてんだよね、そのやり方でね。それをまだプロでも1試合もしてないのにそのやり方じゃプロで通用せえへん、その打ち方じゃヒッチしたらとか、あのバットの軌道とかその投げ方とかだと肘痛めるとかよく言うやん。実戦始まってないのにそれじゃプロで通用せえへんっていうのはもうコーチとしての威厳と仕事がしたくて仕方ないやろな、教えてることが仕事やと思ってるからな、やってるのアピールしてるから。そう私仕事してますみたいな、いやいやまず半年ぐらい様子見ようよルーキーは。だってもしよ見た瞬間にいや俺はそれちょっと違うな、それで大丈夫なんかなって思っててもよ、それですごい打つかもしれないしいいピッチングするかもしれないじゃん。そしたらそれでいいやん。でしかもそんなまだ始まってもないのにもっとこうした方がいいよとか言ったって本人聞く気ないやろ、まだ何もやってないのによ。
でそれで効いてるような選手も多分もうダメになっていくね、自分の形が分かんなくなって。だから俺だとかロッテの時の山中さんとかは入団してから数ヶ月何も言わなかった俺に。でも絶対ダメだと思ってたらしい。でもその時に言っても、ね、さっき俺が言ったようによかった入ってきてんだから、そんないきなり言ったところで聞く耳も出して信頼関係作っていけないと。だからその個人選手がいやこれじゃ難しいな、どうにもなんないな、結果出ないな、どうしたらいいのかなっていう時にタイミング見計らって声かけてどうするっていう風にやっていかないと進めにくいって言ってて、俺はそれがすごい良かったけどね。だからもういきなりそんなんじゃプロで通用せえへんぞっていう人一番信用できん俺は。赤村さんだったら誰レベルの選手がお似合いカップに見えそうか、5選手ぐらいランキングで教えてほしい。誰レベル、はい、それはまあ給料高い順に上からいけばいいんじゃん。お仕事はオスナ。独身なオスナがそもそも知らないです、うん、独身とかじゃなしですけど、赤村さんって誰レベルが、だからやっぱ今日生活水準保たなきゃいけないから、はい、給料高い順にオスナ、ポンちゃん。なるんちゃう坂本とか。いやでも楽しいって言ってたんですよ、楽しくて優しくて。え、金あったら楽しいから。よく食べる人、よく食べる人じゃないですか。え、それはもう全員お前よく食べるよ。プロ野球選手よく食べない人見たことないけど。へえ、高松さんいないところで。じゃあちょっとその見た目のところからちょっと入りたいんですけど、プロ野球選手って見た目に気を使ってたりするんですかっていう質問。いやするんちゃう、だって俺らキャンプオーストラリアのジーロング行ったり、あと石垣島行ってたけど、やっぱこの火が強いわけよ。だからみんなあの汗で流れるのに日焼け止めめっちゃ真っ白になるぐらい塗ってたよみんな。あと最近なんか吉田正尚とかもなんか美容男子みたいな、今めっちゃ流行ってますよ。そうなん、今もう入寮の時に持ち物ってあるじゃないですか、あれがもう化粧水とかになってると思うんですよ。そうなん、そうですよ。あとソフトバンクの坂東とかな、はい、今イケメンすぎるプロ野球選手とか言われてるしな。言われてましたね、うん。ちなみにサスさんは気を使ってたりするんですか。うん、最近やってたからね、なんかこのオールインのやつ塗ったりしてるよ、はい、最近は。プロ野球解説者はやっぱ顔が命だから。そうっすね、うん、なんで笑ってんの。実はそのサスさんにプレゼントがありまして、うん、あんの、はい、ちょっとこれぜひ使ってもらえないんですけど、うん、そうなんですよ、はい。最近僕らからね多いでしょ、気分いいでしょ、2023いいな、心入れ替えとんですよ。そうなん、はい、やっぱあれやもんな、あのこのチャンネルは経費莫大にかけてるからな。いやいやいや、そこだけは否定させてください。え、そこだけは否定させて。こういうので経費使って。これ何これ何のドライヤー。これはアイスダンディっていう、うん、男性用の脱毛器になります。そうなん、脱毛なんですよ。ここ脱毛器だ。はい、家庭内脱毛器です。ドライヤーみたいやな。僕スピード感に見えたんですよ。これするよ。何測んねん。形がね。ああ、うん、どうすか、カリさん。まあ普通やな、別に。でも握りは安いよ。これ脱毛器だ。脱毛器です。ボタンが3つしかなくて、すごい使いやすくて、うん、今日本上陸しか1年半ぐらい経つんですけども、うん、なんと5万台とか。まだ1年半で、ああ、めっちゃ売れてるよ。しかもこれ電源と強弱だけやな。ちょっと使ってもらいたいんで、うん、そうです、一回、はい、使っていただきたいんで、うん、やっぱあれ光が出るからサングラスして。ああ、いいですね。僕が出るんです。おお、知らんやろお前ら。反応薄かったわ今。危ないでか、知らんやろ。でご自身の肌のトーンに合わせてレベルを調節してください。あ、これか。あ、これでレベル1、まあ、まずじゃあやってみよう。これでね、うん、おおお、どうですか、痛みは。痛みはないね、ちょっとなんかあったかいのは来る。でも痛みは最短4週間ぐらいで修理できるみたいで、うん、でなんと30万発打てます。30万発打てる、はい、なので、まあ、友達とか家族に一緒にちょっとシェアしながらできると思います、うんうん、しかも簡単やな。いいね、すごい手軽ですよね。うん、そうだったら店舗とか行かずに。そうや、ね、家でできるんで。テレビ見ながらできるな。しかも30万発やろ、はい、大人5人分だそうです。5人分の全身脱毛、はい、その1台でできる。全然違和感ないな。ないですか。うん、
野球解説行った時のニューヨークサングラスかけて、うん、解説、はい、いいじゃないですか。違和感ないけど、さすがにマイクにこのカチカチが入る。さすがに、さすがにこれが入るマイクに。副音声とバレないんだよ。バレるやろ、バレるやろ。連射モード、連射モードはあ、もう一回短く、どう、連射モードいいね。連射モードめっちゃいいわ。何もしなくてもこうやって楽だしね。でもこれは本当いいね。連射モードめっちゃいいわ。楽で、楽ですよね。うん、これいい、いいんすよ。くれるもん。そうです。シーズン始まる前にやっぱりぜひ里崎さんに意識を上げていただこう。でもここで終わらないんですよ僕らは。まだある。そうですよ。そんな甘くないんですよ2023年の僕らは。なんや次。次はそんな里崎さんにこちらを、シェーバー的な、シェーバーみたいな形。これはアイスダンディフェイスインベストメントっていう、うん、なんか洒落た名前やな、ね、うん、これは男性用美顔器になります。美顔器な、はい、そうなの、いいな。これだと、ニキビとか肌荒れ、うん、乾燥肌とかの予防になるっていう感じですね、うん、野球選手これ衛生持って行きやすいな。行きやすいでしょ、うん、野球バッグ入れとけんと、試合開始前に、試合開始前に。モードがビューティー、ビューティーは肌の潤いを与えます、うん、でタイトニング、振動を組み合わせることで引き締め、お、俺タイトニング言うと引き締めたいな、ここら辺ちょっと引き締めた方がいいですね。 ちょっと引き締めた方がいいですね。ええ、やっぱりちょっとたるんでんな、ここら辺。昔の映像シュッとしてんもんな、やっぱり。そうですね、うん、最近あの2006年の WBC の映像が J スポーツで流れてるらしいけど、俺がめっちゃ細いからね。キーピング、肌を健やかに保ちます。スキンケア、毛穴の汚れを、肌表面の油分を、取り除いてスキンケアをします。それ一度でいろんなモードができるって。いいね。そうです、その用途用途で。俺ちょっとタイトニングするわ、ちょっと引き締めるわ、ここら辺ちょっとね、ね、一重顎にしたいよね。これ特に特別なオイルとか必要なくて、うん、水でもいけるので。水でもいけるの、はい、一旦ちょっと顔に水を、顔ちょっと何なん、違う、いいですね、あ、豪快ですね。え、違う、こんなん、こんな感じやん。これで正解です。ちょっと正解よ。で、電源入れて、しかもやり方乗ってんもんね、大変にこうここや、で、自動で4分やったらオフなんだ。じゃあ4分くらいかかるので、うん、その間、じゃあまた質問を答えてもらって感じですか。ああ、そう、やりながら、しながら、はい、ああ、いいよ、いいよ、いいですか、はい、あ、僕聞きたいです。なに、金カップはオーダーなんですか。金カップ、既製品だよ、お前。あれは既製品なんですか。ミドル、ラージってあるよ。ミドル、ラージってある。ちなみに、佐々木さんとっちゃったんですか。うん、それはお前、あれやろ、お前、ミドルやろ。それはお前、ミドルだよ。であれって買い替えのもんなんですか、1年に1回。そんなわけないんで、ずっと一緒する。まあ、そんな、だって衝撃なかったら壊れたりせんしな。でもお前、あの金カップで半分意味ないねんで。あれ上からの衝撃には強いけど、下からの衝撃に弱いから。だってあのさ、あそこの部分ってさ三角形やん、どっちかっていうと、はい、でも金カップってさ逆三角形でつけるやん、はいはいはい、だタイヤ2つ出てんだよね、脱輪したのね。だから教習所で一発アウトする。だからそこがさ、あの金カップとさ挟まってさ、それ痛いに決まってんじゃん。紅白戦かなんかで当たって、あのすっごいソフトボールみたいになんなかったけど、あのでかくなって、あの熱出たし、病院運ばれました。病院運ばれてた。病院運ばれて看護師さんに食事にされました。うん、はい、失礼します。使える。さあ、野球でスポーツがなければ、うん、何をしてますかっていう質問があるんですよ。いや、そしたらもう俺、東大行ってるかもわからんな。東大、東の方に。うん、多分俺、港に、ん、港の先ですよ、赤いの。お、今日調子悪いな、お前。いつもですよ。だって俺多分、小学校の時からの野球の練習時間仮に全部勉強してたら、俺多分、めっちゃ優秀だったと思うよ。
だって1年で少なく見積もっても355日ぐらいは練習してんだよ。下手したら高校行ったらもう12時間ぐらい練習してんだよ。やばくない？確か弁護士か官僚ね、官僚になりたかったです。なりたかったっていうより今もう一回人生送るんだったらそう子供の時になりたかったわけじゃない。ちなみにスポーツだったら、うん、野球以外だったらなんかやりたいのとか書いてあった。いや徳島だから ないからね。あ今みたいにスポーツの多様性だからいろいろあるかもわかんないけど当時なんてなかったからね。徳島で徳島って何が強いんですか？野球。ああそうか、うん、ああそうやね、うん、徳島商業、うん、だからそう中学校行ってから部活が増えるわけよ一気にね。まあ、おうちマンモス校中学校、あ終わった、いいね、自動で終わる、お知らせくれ。マンモス校だったから、一学年400人いたから、部活めっちゃ多かったよ、中学校は。でも小学校2個しかないから、部活男は野球、女はバレーみたいな。終わったということで、ちょっとどうですか？ん？やってみて。どう？引き締まった？そう、高音になった。2006年終わったね。でもこれね、やり続けたらいろんなやつあるからね、はい、手軽だからいいね。いいでしょ？うん、これね。しかもあの脱毛も最短4週間で処理できていくわけでしょ。そうです。でこれは、1年間保証付き。おお。で30日間の返金保証。あやってみてね、はい、効果が現れるかどうか、そうですね、試せるっていうね。でもこう簡単だからいいね。ジェルとか保湿水とか美容液とか、はい、そういうのを使えばよりまた効果が倍増するんだよね。そうです。だからなかったら水でもいいってことなんだよね、はい、でもまだ気にかけてる人が持ってるからね。だから化粧水塗ったとかってやるとさらにいいってことか。そうです。うん、でもよ結局最後はいくらなんだって話なんだよ。あ経費かけたの？これだいくらすんの？これ実は、うん、サスジャキチャンネル見せる人に、うん、キャンペーンを。キャンペーンあるの？そうですよ、やっぱり見てる方も大事なんだよ、うん、恩返ししたいなと。うん、何？え、アイスダンディ、はい、ムダ毛ケアーキ最初のやつ、はい、通常が39,800円、はい、ペースインベストメント、これ美顔器が12,800円で、足したら52,600円、はい、通常は、はい、でこれが39,800円で、これが12,800円、足したら52,600円、はい、これなんとセットで、セットで1万円オフの42,600円です、うん、しかももうあれでしょ、1年半で5万台売れてるんでしょ。そうですよ。しかも何、あ限定1000セット1000セットだけなんですよ。あということはやっぱり人気なんやな。人気なんですよ、うん、で30日間返金保証で1年間品質保証、はい、で送料無料。そうなんです。徳島も送れます。うん、徳島もだって 俺東京だから今。あそうか、じゃあいいね、今お得だね。そうなんです。やっぱりあれちゃう、佐々木チャンネル見れる人たちはやっぱあの美容意識高いんちゃう。そうです、うん、やっぱ俺みたいにならないようにちって仮面教師そこは違いますやろ。否定するとこやろ。嘘ついたらあかんって親の教えなんです。んもうそもそもそれが嘘ついてるやろ。でもいいね、今だと1万円オフの42,600円でセットで購入、はい、これ持ち運び便利だし ね、便利ですね、簡単だしね、はい、そんなあのテクニックいらないね、はい、いいね。今の若い子らもめちゃくちゃ流行ってるんでね、はい、僕らももちろんやってますし、うん、だからあれだね、もうそろそろさ卒業記念とかあるじゃん。はいはいはい、はい、卒業祝いとか、おお、あと大学とか入学祝いとか、はい、送られたら嬉しいじゃん。嬉しいです、ね、こういうのね、なかなか自分じゃ見つけれない人たちもいるじゃんね。ぜひともね、さそりさんもメディア多いからね。そうやな、引き締めていくわ。僕は今のままでもいいと思うんですけど、やっぱりあスタッフ、もう一人のスタッフが引き締めた方がいいっていうことで、うん、プレゼントしたいってことで。そうな、まあ、使ってください、うん、ありがとう、受け取っておくよ、はい、まあ、皆さんもね、概要欄見ていただければそこから飛べる URL ありますし、ぜひね、皆さん興味がある方は、であと30日間ね、あの返金保証あるからね、あのぜひお試しのチャンスもあるんでね、ぜひ皆さんお買い求めください。